みなさんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はこちらのね、このガチャ2000円分のガチャガチャ福袋ですねを紹介していきたいと思います。前回の動画っていうのかな、そのショッピングセンター、新しくできたショッピングセンターに行った動画でちょっとこれを買ってるんですね。で、今回はそれの続編といいますか、開封動画ですね。ということで、いやー、何が入ってるのか、福袋超久々で、もう楽しみです。ということでね、まあ、1000円で、まあ、2000円相当も入ってるってことで、300円のが、6個から7個ぐらいかなと思ってます。ということで、早速開けていきたいと思います。可愛いよね。100均かな。100均っぽいよね。100均で売ってそう。100均で売ってそうだよね。ダイソーっぽい。じゃあね、何個入ってるか数えていきたいと思います。1個目、オレンジだ。2個目、緑だ。やばい、カラフル、虹作れそう。3つ目、あ、かぶったー4つ目、あ、黄色。5つ目、あ、ちょっと違う。ちょっと薄いオレンジ。6個目、7個目ですね。7個入ってました。見て、虹作れるよ。なんか同じ形じゃない、みんな。ね、みんな同じ形。大丈夫かな。なんだろう、大丈夫かな。顔全部同じだったし。はい、はい、じゃあ開けてみますか。開けていこう。こっちから開けていこうかな。はい、まず1つ目、まず1個目開けていきます。なんか見た目がか中華なんだよね。あ、待って、懐かしい、スクイーズだー。ちょっと待って、懐かしいね。昔こういうのよく買わなかった。もちっと肉まん、懐かしい。やばーね、それの王道の肉まんが出ました。待って、やば、え、懐かしいね。ちょっと待って、開けますね。うん、うわー、あー、やば、懐かしいんだけど。懐かしい。それにこの中華のね、うん、これをこう乗せて肉まんです。これあとストレス解消になるんじゃない、ね、勉強の間にね、これこうもみもみしながらこう、うん、だってスクイーズのさ、あの、うん、役割っていうかさ、ストレス解消じゃん、うん、ほぼ。そうだね、うん、うちらすごい昔集めてたけどさ、うん、ね、真の目的はストレス解消みたいな感じで、癒し、癒しの。懐かしい。 ASMR。 ガレタピンになった。あのね、うん、カメラに向かってするのか、マイクに向かってするのかで、ね、分からないわけ。だからマイクにしようとすると消えるし、うん、カメラにしようとすると音がどうなのかみたいな。まあまあ、肉まんでした。はい、じゃあ次行ってみましょう。2個目、おかき氷ですね。またスクイーズだって。また来た。待って、レインボー。待って、レインボー、しかもレインボーが出ました。やった、開けますね、うん、スクイーズブーム再来。あ、なんかね、なんかシャリシャリ系、シャリシャリ、うん、かき氷だからシャリシャリ系ですね。いいね、はい、このまた懐かしい、かわいいです。うん、虹が空にかかって、君のなんだっけ、気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。続いて3つ目、はい、緑ですね。じゃん、え、なに、待って、スクイーズ。スクイーズ、なんか懐かしくない。待って、これよ、
ったよね。やった、パキパキチョコ。パキパキチョコ、これ超パキパキするやつ。これストレス解消になるよ。そうですね。いい、ミント、チョコミントが出ます。なんか再来だわ。再来じゃない、スイーツ、スイーツ時代の再来よ。やば、懐かしい。やば。これさ、手作りとかでもピントが使って作ったよね。ね、パキパキのやつ。そう、これね、あのスポンジとスポンジの間にピン入れればできるんですよ。確かに。やば、懐かしい。ということで、チョコのミントでした。はい。またまた緑、開けていきます。はい。さすがにもうスクイーズじゃないでしょう。さすがにね。偶然だよね、こんな3つも続くなんて。ねえ、うん、しかも懐かしい。懐かしいね、めっちゃ古いよね。今も流行ってんの？いや、もう流行ってないかと。流行ってないから福袋になっちゃったのかな。多分そうだと。福袋イコール売れ残りってやっぱ思っちゃうからね、どうしても。そうだよね、うん、だって人気のものはなくなるはずじゃん、ガチャって。開けました。なんかこれは綿飴とチョコバナナ。あ、今回出たのが綿飴。あ、かわいい。え、待って、これかわいい。なんかボードセットでついてて、自分で刺すんじゃない、刺すパターンだ、パティンだね、刺すパティーン。スクイーズの袋だったのかな、たまたま。うわ、スクイーズや、とスクイーズでした。で、ここのね、ここに刺すと完成、綿飴。かわいい。え、これかわいいね、うん、え、これ本当に普通に触り心地いいんだけど、すごい柔らかくて懐かしい。そのなんか、なんていうの、スクイーズの、そうそう、このもちもち感だよね。もちもち感、超懐かしい。低反発だっけ。そうだ、低反発だ。低反発スクイーズじゃない、それ。柔らかいから低反発か。低反発っていうよね。低反発だ。硬いのが高反発。低反発だ。そうだよね、低反発だ。もう一度言う、低反発だ。はい、次黄色ですね。あ、なんかやっと抜け出せたような 見た目じゃない？とね、なんだろう。よし、行きます。はい、こちら。お、違った、やっとスクイーズになった。なんでしょう。ケースミニチュアコレクション。ミニチュアとか、ちっちゃいやつコレクション。へえ。すごいね。ビールだ。え、コーラじゃないの？ビールか、これ。ビールじゃない、あの当たったやつは。黄色だった。ああ、うん、そうだね。ね。あ、本当だ。コーヒービール。って書いてあるもんね。コーヒービールですね。何そのピンみたいなの。あ、うん、ピンが、ビールピンになってるんだ。うん、こうつけるんだろうね。ちょっと開けてみようか。うん。こういうタイプのガチャしたことないから新鮮。ねえ、すごい、ね、福袋だからこそ味わえるよね。そうだよ、絶対しないでね、普段回さないやつだ。だよね、うん、あ、こういう感じが、こういう感じ、中に入ってる感、中に入ってる感がボバッチリ、うん、バッチリ。こういうなんかミニチュアが好きな人は好きなの。ねえ、飾ったりしてね。もうレトロレトロ、最近流行ってるレトロレトロ。でもしーちゃんとかがビールって言ってもピンとこないよね。そうなんですね。うん、さすがにね、大人だよね、これはね。そうだね、うん、次はね、薄いオレンジですね。はい、ということで開けていきます。はい、なんだろう、6個目ですね、うん、なんか見た目すごいパンパンなんだけど。お、あ、すごい缶ジュースポーチ。かわいい。え、かわいい。かわいい。なんだろうね。出てたのが、あ、ちょっと開けますね、丸まってるんで。この紅茶ポーチ。あ、紅茶かわいい。ミルクティーですね、これ。え、かわいいんだから。で、すごい円柱みたいな感じの形になってて、ジュースの形、こんな感じでね、缶ですね、缶の形なの、缶の形で、ちゃんとね、上のこの、なんていうの、あ、ね、この取っ手の部分もついてて、缶を開けるみたいな感じ。そうそう、今物入れないとすごいぺっちゃんこなんだけど、すごい可愛いですね、これ。このポーチ愛用していきたいと思います。スクイーズ入れてみる。入れてみます。ぺっちゃんこだから。あ、よし、いい感じになりました。いい、こんな感じでね、うん、ちゃんとね、体
書いてあるんですよ。すごくない？待って、かわいい。で、上にもちゃんと取っ手がついて、ポーチでした。これ愛用していきたい。うん、マジでかわいい。おすすめです。つっても、もうあるかわかんないけど、売れ残りかもしれないけど。で、ラストですね。最後の1個になりました。ということで、開けていきます。おぉ、ちょっと待ってよ。こぼれソフトクリームですね。へえ。で、これを切ったらコーンのあの、あ、なるほどね、カップ的なね、はいはい、なやつになるみたいな。で、今回出たのがソーダミックスですね。すごい、これは面白いね。ソーダミックスなんてアイスがこの世にあるのか。飾りだよね。置物ですね。置物だね。はい、こんな感じでこういう感じでこぼれてる置物ですね。特にいらない。ダメだよ言っちゃダメだよ言っちゃ。でも皆さん、福袋でしかこういう気持ちは体験できないんですよ。だっていらないちょっとガチャを自らしないじゃん。しないじゃん、そうね。福袋ならではですよ。でも可愛い、よく見たら可愛いと思うよ。フォローありがとう。可愛いです。可愛いです。はい、ということで今回はね、この1000円のねガチャ福袋でちょっとスクイーズのブームが再来ということでいっぱいねやり開けましたけどもね、すごい当たりもあったし、外れもあったしみたいな、とてもいい福袋だったんじゃないかなと思います。外れじゃないよ、大丈夫、当たり、超当たりです。もう福袋みんな当たりということで、それではバイバーイ。